再開いたします。議席5番山城正規議員より所要のため遅れる旨の届け出がありました。休憩前に引き続き一般質問を行います。東間良次議員。それでは、2-2の再質問からさせていただきます。現在長浜地区は、残波岬地区周辺環境、景観保全エリア、また水辺景観保全エリアとありますが、具体的にどのような、エリアでございますか。玉城秀友都市計画課長。はい。読谷村の景観計画 にですね、まず重点地区として5つのエリアを設定してあります。今東間議員がおっしゃったエリアもその5つの中の2つに入っておりまして、まず1つ目に今、景観地区指定で取り組んでおりますザキミ周辺を含むですね、ザキミ城市、歴史文化環境景観保全エリアというのがまず1つ目がありまして、で2つ目に村民センター地区で、3つ目に、西海岸の、リゾート地区ですね、残波岬のロイヤルホテルも含みまして、その辺のリゾート地区、そして海岸エリアとして、西海岸の水辺環境保全エリア、そして残波岬から長浜海岸沿いに向けて残波岬地区周辺環境、景観保全エリアとして5つの重点地区を指定してあります。東間良次議員。その中でですね、なぜこの質問をしたかといいますと、ある組の方からですね、これ行政懇談会の方の報告書にも載ってたんですけども、長浜の海にアーサー養殖の鉄筋が植えてあり危険であると、船着き場は救命ボートなどを出す場所として使われていると思うがということでありまして、その整備管理の方の話が出ておりました。それにおいて、長浜地区の方ではぜひ、先ほどのザキミ同様、長浜の人にとってはこの海というのが財産であるということで、この海を使った、地域おこしができないかという話し合いが持たれたそうなので、その中で、この長浜地区この、水辺景観保全エリアということで、この保全エリアをですねの中ではこの海岸線をきれいに保つというのが前提となっていると思いますが、このアーサーについてのこの鉄筋についてはどのようなお考えでありますか。山内義親商工観光課長。はい。先ほど長浜海岸の、鉄筋の件でですが、確かに、アーサー養殖の、鉄筋の食い打ちがされています。平成16年にですね、アーサーの養殖事業が漁協で入り、開始されました。で当時、共同漁業権というのが、恩納村の境界線長浜川の河口ですから そちらから、茶炭のですね、誘導島、嘉手納基地のですね誘導島までが共同漁業権といって読谷漁協に権限があるんですね。でその中で養殖する部分に関しては特別漁業権というのをまた設けるんですね。でその方は県の方と調整して行うんですけど、長浜海岸の方に関しては特別漁業権ということでアーサーの養殖が、もちろん、作れない場所には、そういったのは権限は与えられなくて、そこでまず生産ができるかということから始まった経緯があります。でその中で、アーサーの養殖が盛んになって今鉄筋を売ってるっていう現状があるんですが、今16名の方がされてます。で航路に関して の避難いろいろ緊急路航路としてですね活用とかするときにはですね、もちろん航路に関しても、漁港の施設でありますので、もちろん航路の支障がないように本人たちも活動してますので、そういった意味では船と、アーサーとの養殖が、バッティングしないように、どちらも機能を持たす考えで、作られて、計画的にちゃんと鉄筋も打たれてはいます。ただし鉄筋の方が長いとか短いとかも地域からは、よくありました。で短いとですね逆に海面から沈んでしまってですね踏む恐れがありますので、身長以上にちょっと高くしたっていう経緯はございます。東間良次議員。
じゃあ、長浜地区の、海浜、ビーチというのは、特に遊泳地域という区域ということではなくて、そういう整備にされているということで認識してよろしいですか。山内義親商工観光課長。はい、自然海岸の位置づけではございます。ただ海面に関しては漁業権がかぶっていることですので、そういった養殖事業も行われたという経緯があります。で北風があるときにはですね、瀬那覇海岸、長浜海岸は漂着ごみが多い地域でもございました。過去にはですね、何回か漂着ごみでもですね、地域からすごいごみが上がっているということでのご相談もありました。ただアーサの事業に関して、これ以上増やすっていうのはですね、長浜地域からももちろんご指摘がありまして、地域の海としても活用したいということがございましたので、漁協の方も、関係者を呼んでですね、これ以上は増やさないでくれっていうことでですね、地域からの要望があったんで、今のところはもうそれ以上は増やしてないと。で、逆に手前側にある鉄筋をですね、地域からはもう少し沖合側に出してくれないかっていうことでですね、いくつかは取り差し込んでるやつを抜いてですね、セットバックして後ろになした経緯はあるんですが、今後も地域とですね、この浸水空間を楽しむ場所としてですね、活用できるかっていうのはやはりお互いですね、使えるような形はですね、考えていきたいなと思います。東間良次議員。ぜひとも長浜っていう地域はですね、皆様お分かりの通り、流域のリゾート開発に比べ、また上長浜から下にかけて、今では読谷村のビバリーヒルズと言われるぐらい素晴らしい建物もできて、またカフェ飲食店が増えてきた地域でもあります。その地域の中で、地域の方々からそれを見越した海岸整備をして、そういう通りにしてほしいと、そういうと言いますか、大体、想像的なのは湘南地区でしたり、国道を海が劣っている国道を中心に町が栄えるような作りですね、そういうことにしていきたいという声もありましたので、ぜひこれは漁業権も重なることでありますので、そういう調整をしながら、地域の方々と話し合いを持たれるような機会を作っていただきて、この景観とまた漁業、がですね、共に地域として、共存できるような環境づくりに、従事していただきたいと思います。それでは丸さんの、質問に行きたいと思います。答弁によりますと、海岸線の、防風につきましては、台風等による、農作物の被害や 農業用施設などへの、障害、強風などの被害を軽減するために設置された施設でありますとあります。その中で樹木の立ち枯れ等もあって、予算の範囲内で補植等を行っておるとありますが、近年どのぐらい捕食されましたか、お伺いします。比嘉典友農業推進課長。はい、ちょっと本数についてはですね、数値的には持っていないんですが、まず予算ベースで申し上げますとですね、平成25年度にですね、約3件の捕食の等の、立ち枯れ等のですね、両方なんですが、捕食をしたり、立ち枯れを切ったりという事業がありますが、やっておりまして、その中で、管で、説で申しますと、防風林の維持管理の管理委託料になりますが、そういう中ではですね、120万3000円の予算を使ってですね、捕食と、またこれ清掃も少し入っているんですが、そういった経費を使って、防風林等の整備をしているということになります。東間良次議員。この件なんですけども、この防風林帯なんですけども、最近立ち枯れ等がひどく、残波の方では、これを切った経緯もありました。その中でやっぱり木もが防風林使われておりますけれども、この木もに関して今も植えて30年40年経ってきたと、枯れてやっていますけれども、その枯れて撤去したやつが、木もは硬くて処理できないという部分もあります。で、また木もだと枯れ葉が落ちてそれが危ないと、火事につながらないかという意見も、聞かれております。その点につきまして、今枯れている部分を今年間、約
平成25年度でした3件でありますけれども、これを抜回、いらない、必要ないところは抜回、もしくは間伐を考えたことがありますか。比嘉紀友農業推進課長。まあ、帰っている木についてはですね、まあ、台風等が ありますと、これが倒れてですね、いろんな被害を出すんじゃないかなということも心配されますので、それはそういった場所があればですね、伐採をしているところであります。ただ間伐についてはですね、まあ、生きている木を切るということはまずやっておりません。まあ、下草についても植栽がこう、まあ、維持管理できる範囲でですね、というのはこの雑草についても防風効果がある雑草もありますので、根こそぎということはありませんが、ただこの植えた木にですね、の成長を妨げるようなその雑草については除去すると、あとは通りを通る、喉を通るですね、方もいらっしゃいますので、車やそういった人が通るときの邪魔になるような、木の枝や、あとは雑草ですね、そういったのは除去しているところでございます。東間良次議員。この防風林帯、なぜこの取り上げたかというとですね、この防風林帯があることによって、景観が、阻害されているんじゃないかという声がありまして、今回させていただきました。この中でもやはり戸口から防風林帯があるの、残波岬の公園の近くまでが防風林帯がありますが、その中で、農業にかからない防風林帯がいくつありますか。比嘉紀友農業推進課長。基本的にはまあ、農業推進課が管理している防風林というのは全て農業に関係するものだと認識しております。東間良次議員。この防風林帯のさらなる必要ですね、もう一度、調べていただきたいと思っております。なぜなら今読谷村はさらなる、リゾート地域開発に向けて動いているところもありますし、また現在、海辺周辺、海浜周辺の集落も、今や建物は鉄筋コンクリートになって防風の強化されていると思います。その中で海が見えない、また、海から離れた畑等もございますので、それを見直しをしていただきたいと思っております。なぜこの話を持ってきたかといいますと、千葉市の方でですね、千葉県千葉市の方で、熊谷市長の方が防風防災の機能を持つ木がつながり、延長 3.3 キロのある数十年植えられた苗木が成長し、手入れ不足もあって、これが防風林ではなくて森のような状態になっているということで、この景観が悪いということで、ある一地域をばっかり考えしたということで、間伐ですね、したという経緯がありました。このような形から景観に向けてですね、より良い防風林帯のまた機能も改め見直していただきたいと思います。それについて再度答弁を求めます。比嘉紀友農業推進課長。はい、まあ、防風林の機能については先ほど申し上げた通りでございますが、まあ、エタン村の防風林の場合、まあ、それが繁茂してですね、生い茂っていくというのはなかなかなくて、大変細い、その防風の幅もですね、防風林の幅もだいぶ細いものだと思いますので、できるだけその防風効果が出るような工夫も必要ですし、今後も適正な維持管理も必要だと思います。今私どもで考えているのは、いろんな県の方のですね、沖縄県の農林水産部と、まあ、中部市町村との行政懇談会等もございますが、その中でですね、その防林帯の再整備について要望しております。その、まあ、要望の中でも私たちが考えているのは、樹木の、ま、木馬王からですね、別の木の方にこう切り替えていくようなことも考えて、景観もこう重視したものにできないかということで、まあ、要望しているところであります。こういった事、まあ、業を採択するにはですね、いろいろ、まあ、
そういった条件整備もございますし、またその事業が採択するか、まあ、されない場合にはですね、単費になります。この単費でやるのはなかなか難しいということもありますので、その粘り強くまた県の方にもですね、再整備も要望していきたいなと考えております。東間良次議員、はい、ぜひとも、素晴らしい景観に向けてやっていただきたいと思います。そのままやはり、上からしないとですね、そこにゴミを捨てるだったりいろいろなことが、問題になってくると思いますので、ぜひ県国との調整とまた単品でもできるような環境作りをよろしくお願いいたします。続きまして3番お伝えします。日本一健康で活力のある健康村に向けて、眼中の村に向けて、マルチ本村の取り組みは、に県や国と連携した取り組みはありますか。丸さん、村民が楽しみながら運動できるような、できるよう静岡県藤枝市の取り組み、取り組む健康マイレージを取り入れてはどうか。マリオン、プレミアム商品券を活用した取り組みはできないか。浜川秀樹健康環境課長。まずご質問の3の丸1についてでございますが、これにつきましては先日の荒垣修光議員のご質問にお答えしたとおりでございます。ご質問の3の2に丸2についてお答えいたします。国や県が実施する健康づくりのためのイベント的な事業に本村が連携して取り組んだ事例は今のところございませんが、例えば国の指針に基づき国保データベースシステムを活用したデータヘルス計画を策定し、効果的な生活習慣病対策、国保加入者の健康増進、糖尿病などの発症や重症化予防などの保健事業を計画し取り組んでいるほか、県の委託事業である優位プロジェクトに本村の小学校が参加しているというような事例はございます。また本年度は県の県民の健康づくりモデル事業補助金を活用し、次年度以降の健康づくりのための事業導入を目指したモデル事業、働き世代の村民の健康づくり活動定着促進事業を実施しております。ご質問の3の丸3についてお答えいたします。藤枝市の取り組みは、厚生労働省主催の第1回健康寿命を延ばそうアワード優良賞を受賞しており、非常に素晴らしい取り組みであると思います。藤枝市のみならず、全国的に健康ポイント、健康マイレージなどの取り組みを実施して効果を上げている自治体がございます。そのような全国の先進事例を参考にしながら、本村においても同様な取り組みが可能か、検討してまいりたいと思います。ご質問の3の丸4についてお答えいたします。健康づくりとプレミアム商品券を絡めた取り組みにつきましては、千葉市が実施予定との情報がございますが、今回のプレミアム商品券の制度についての詳細を現時点で把握しておりません。今後担当部署と制度的に活用が可能かどうかを含め議論を進めてまいりたいと考えております。東間良次議員、はい、この健康についてなんですけれども、私も、政務活動費を使いまして、静岡県藤枝市の方に行ってきたんですけれども、まあ、向こうはですね、守る健康、作る健康ということで、2つを題材にして、やっております。その中で健康サポーターについて聞きたいんですけど、本村は60名の健康サポーターがいらっしゃると聞いてますが、向こうではですね、30年間、ずっと地域の自治会長として、30年間で延べ2万人の健康サポーターがいると言いますが、いるということでです。本村もこのようにですね、毎年取り組みをして延べどのぐらいの健康サポーターの人数になるか、今のところ数字ありますか。浜川秀樹健康環境課長。導入を始めまして、健康、サポーター制度を導入しまして、延べの人数で約200名程度だと思います。東間良次議員。
ちょっとお時間もないので、ちょっと端折りますが、私も、今年度から、今年度といいますか、今年からですね、健康についてちょっと考えてみようと思いまして、ウォーキング、ノルディックウォーキングを始めまして、1日1万歩目標に歩いております。で、この藤枝茂っていうのがですね、健康ウォーキングマップ、バーチャルマップと呼ばれるものなんですけども、ちょっと見えづらいんでしょうけど、東海道53次をも、日本としてですね、東京日本橋から、京都三条大橋までのマップを作りまして、1日1万歩歩くと塗りつぶして宿場町をバーチャルで体験するという、マップを作って塗りつぶしてやっております。ぜひ本村もですね、沖縄のみならず世界一周できるようなバーチャルマップを作ってはと提案して、次の質問に行かせていただきます。4ザキミク、県道12号線周辺についての質問をさせていただきます。マルチ国道バイパスと交差点付近のコンクリート製電柱が歩道の中心に移設されて歩行者の邪魔になっている。またその先に右内の石積みが歩道にはみ出ている。その対応を求めます。マル2、以前よりザキミココストア向かいの島袋市宅前、生活道路の早期整備を求める声があるが、その対応は。マル3、ザキミと親市の中間に草木の生え放題になった空き家があり、景観的にも行政からの指導が必要との声があるか、その対応は。4、ザキミ信号、ザキミの信号機が設置されている三皿の県道沿いの歩道において、横断歩道との境目に段差があり、車椅子や歩行者にとって渡りづらい横断歩道になっている。早急な対応を求めます。荒城直樹土木建設課長。ご質問の4の1から4についてお答えします。ご質問のザキ道内の県道12号線について、沖縄県中部土木事務所に問い合わせたところ、歩道中央部にある電柱については3月中に移設を予定しているとのことです。また民地からはみ出している石積みについては南部国道事務所に対し石積みの移動を要請するとのことでした。次にご質問のザキミココストア向かいの村道ザキミ7号線は農村基盤総合整備事業において一部区間を整備し平成13年12月に村道認定されました。未整備区間の整備につきましては未取得用地があることから地権者など関係者の意向や財政状況、事業効果などを鑑み検討したいと考えております。またご質問の草木が繁茂している、空き家につきましては昨年7月に情報提供がありましたので現場の調査の上で土地及び建物の所有者に対し文書にて改善依頼を行っております。その後所有者から対応した旨の報告を受け現場を確認いたしました。しかし今回改めて現場を調査したところ再び草木が繁茂している状態でありましたので所有者に対し再度改善依頼の文書を送付したところであります。そして段差のある横断歩道部の歩道について中部土木事務所は平成27年度に歩道の切り下げ工事を予定しているとのことでありました。大間良次議員。はい、ではそれでは質問を終わりたいと思いますが、その前に一つだけ、電柱 の3月中とありますが、それは今年度の3月中でよろしいですか。荒城直樹土木建設課長。はい、今年度3月、もうしばらくかかるというふうなことであります。これで東間良次議員の一般質問を終わります。次に議席3番荒城明彦議員の一般質問を許します。議長。荒城明彦議員。
はい、こんにちは。そして村民の皆さん、こんにちは。議席番号3番、浪速出身の足立明彦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。一般質問入る前に一言お礼を申し上げたいと思います。昨年9月の定例議会で一般質問を行いました。県道12号線、浪平崎見城線、そして上がり城入り口ですね、そこの横断歩道停止線が薄くて見えないということで、一般質問の中でいろいろお願い無視議論もしてまいりました。もう3月いっぱいということで、先ほど通ってきますときれいに引かれて終わります。担当課執行部の皆さん、大変ありがとうございます。これで来月4月からですね、また新1年生、また幼稚園生の皆さんが、また地域のボランティアの皆さんと一緒に安心安全で学校に行けるなということで喜んでおります。ただまだ村内には、村内の地域の皆様からは多くの停止線、横断歩道の線が見えないということが議会報告会でもたくさん出されております。その辺も含めまして、ぜひ早めの取り組みをお願いいたしたいと思います。では第438回定例議会の一般質問を行いたいと思います。今回は行政懇談会、そして議会報告会などからですね、地域の皆さんの声を、一般質問大きく3つを挙げてあります。ご答弁の方をよろしくお願いしたいと思います。大きい見出しの位置についてですね、行政区についてということで、平成26年度から行政区改善が行われております。そして今19行政区で置かれてやっております。これまで村の施策としてですね、行政区をまとめていくという形で最初の1年になっておりますけど、まだ1年、3月あとしばらく残っておりますけど、その件に関してですね、小さく3点4点ほど質問をしていきたいと思います。ではまず1番目、自治会や役場に行政区民や自治会員の方から意見や要望苦情等はあるか。2、各自治会の有意回る事業に区域の皆さんは何名くらい参加しているか。これは新しくですね、参加した方ということでございます。そして3、各自治会長に行政区域の方の情報等は提供しているか。そう、4、行政として行政区域の方に自治加入について敬語をしているか。この4点の方をお伺いしたいと思います。安田義智総務課長。ご質問の1の1についてお答えいたします。役場に寄せられた苦情は4月よりこれまで数件ありました。内容は広報読み端が届かないというものがほとんどでした。意見要望につきましては、自治会と行政区域の運営について将来どうなるのか、行政区域と自治会は一つとして運営した方がいいという意見要望を受けています。続きまして ご質問の2についてお答えいたします。新しい制度がスタートして6区域で10人の方が新たに参加しております。続きましてご質問の3についてお答えいたします。各区域の名簿を平成26年11月に提供しております。最後にご質問の4についてお答えいたします。役場住民年金課の窓口において転入転居等に伴う住民移動時にチラシの配布を行っております。荒城明彦議員。はい、ただいま答弁いただきまして、まず1番目ですね、広報読み端が届かなかったとかですね、ありますけど、それ以外には何かなかったですが、これまでですね、平成25年度までは未加入という形になっておりましたけど、これまでずっと各自治会、公民館の方にはですね、防災無線の方がうるさいとかですね、またいろいろ地域を通っていて雑草が生えているんだけどどうするかとか、いろいろそういったのは地域に公民館も来ておりましたし、その辺が今回行政改善の中でですね、役場に苦情がいかなかった分、かえって地域の自治会の公民館の方にはその辺のが多くなったというような、そういった報告などはございませんか。安田義智総務課長。今おっしゃった防災無線とか、そういった、ものについて直接、役場の方に、
苦情の方は来ております、まあ、今回、そのことは書いてはなかったんですけど、実際役場の方に、まあ、そういうのも、あります。あとその防災無線についてはあの特に、まあ、聞き取りにくいとかですね、そういったものも、あります。で、まあ、こういった住民の方々の、苦情が、その、区域の自治会の方に行ってないかというような、お話についてはあのまだ私の方ではそういうことをまだ把握しておりません。荒城明彦議員。はい、まあ、防災無線とかですね、まあ、特にあのこれ目立ったのが各地域の公民館放送の方もいろいろあったんですね。まあ、それもうるさくて何とかできないかとなったんですけど、やっぱりあの地域の皆さんの広報いろいろ呼びかけの部分でありますしということで、まあ、直接各公民館の区長さんの方が対応されていたかと思うんですけど、まあ、その辺も含めてまあ、そんなになかったということでですね、少しはじゃ あの行政区一地域一つになったというような形ではいいのかなというのが思っております。でそれ以外に今度は業績改善してですね、よかったというようなお話も何かありましたらよろしくお願いします。安田義智総務課長。まあ、今まあ、具体的に、その改善をして、まあ、どこが良くなったかというような、ものは私直接受けているものはありません。でうちの職員からのも、まあ、それに特化したような報告は今受けているものは、ありません。荒城明彦議員。はい、せめて何点かでもね、その時事行政区域の皆さんから行政区域改善して良くなったよという言葉があれば、もう執行部の方もとても嬉しく思うかと思うんですけどね、まだそういったの来てないですか。私の方にはですね、何点か今度例えば自治会を加入しているんですけど、他のアザの方に住居があるもんですから、その辺含めてこうチラシ配布等があるんですけど、実質これまでは各自治会の皆さんがチラシ配ったりいろいろその広報関係なさっていたんですけど、まるっきり行政区域でチラシの配布とも行われていますので、なんか今まで違って やりにくいという、またこういった形だったらもう公民館もなかなか足も遠くなるなというような話の方もいらっしゃるんですよ。例えば極端に、まあ、涙でしたらザキミに住んでいるとか、イラミに住んでいるとか、そういった皆さんからもね、なんかこう自治会から話されたような気がするよなというのがあるんですけど、そういったようなまあ、相談などはないですか。安田義智総務課長。今回 の改善につきましては、まあ、行政区域、行政サービスをする区域として、その19の区域を設定をしておりますけど、自治会について、自治会の、活動自体は停滞することがないようにということで、私たちも、まあ、考えながら自治会長さんとも話し合いをしております。で今広報読み担とか、まあ、そういった広報につきましては、その区域の中で配布がされていきます。ただ自治会での通知、とかそういったものについては、まあ、これまで通り自治会から、そこは届くようになりますので、特にその自治会とのつながりの中で、その自治会の行事とかそういった、伝達事項につきましてはその自治会の中で、されておりますので、まあ、決して関係が薄くなるとかですね、そういったことはないというふうに考えております。荒城明彦議員。はい、まあ、そういった形でですね、そういう自治会加入者の皆さんが理解していただければ、まあ、これに越したことはないというふうに思うんですけど、行政懇談会の中からですね、例えば地域が2つに今分かれているところがあると思うんですけど、例えば離れていて同じ区域の入っているというところがあるかと思うんですけど、そこ何か所かあります。安田義智総務課長。今、宇佐の方が、まあ、宇佐の住所とで公民館のある場所が違うことから、区域の方が今分かれているということがあります。であとは、まあ、比嘉の方ですね、ごめんなさい、戸口の方ですね、戸口の方が比嘉の公民館の、周りにまた住まわれている方がいらして、まあ、そういった方々については、まあ、元々の、まあ、自治会とは離れたところに、ね、いましたので、その違う、
行政区域の中に今入っているということがあります。荒城明彦議員。はい、今宇佐そして比嘉戸口フルゲームですか。これですね、ちょっと見てみますと今ありますように特にこう2つに離れていてですね、これが将来的に区域がこう完全にまとめられてきたときにそういったいろんな各団体の活動自体がどうなっていくんだろうというような不安の声があってですね、そしてある一箇所のところではゆくゆくはこの知事会自体が消滅するんじゃないかなというような話もちょっと聞いているんですけど、その辺に対しては今とにかく今は宇佐は旧宇佐と宇佐ありますよね、かなり離れているような状況があるかと思うんですけど、その辺は将来的にどういうような形で今考えですか。お願いします。安田義智総務課長。行政区域につきましては、今3年をめどにですね、見直しといいますか、検証をしていくというふうに今考えておりまして、特に宇佐につきましては公民館建設がどちらの方になるかというのもまだ宇佐の方では決定していないというふうに聞いています。 ですからそこも含めて、宇佐自治会の方といろいろまた調整をしていきながら、この区割りについてはお互いに検討していきたいというふうに考えています。荒城明彦議員。はい、今課長の答弁いただいてですね、行政改善につきましては、課長のもずっと以前から、区長会はじめ多く議論もされて、この線引きの時も確か何度となく調整されてきたかと思います。そういった中ではやっぱりこう番地で分けるかどうするかというのがいろいろあってですね、番地と分けたらかなり大きくくびれるところもありますし、そういった中では番地はあるんだけど自治会の方が多く住んでいらっしゃる方がいるというような形でですね、これ何度か挑戦をされてきておりますけれども、その辺、3年後またいろいろ見直しなども、あるのかなと、そういった話し合いぜひも担当いかんだろうなというのがあるんですけど、その辺がですね、また地域の自治会の自治会長の皆さんと、きれいにですね、また話し合いされてですね、せっかくスタートしました行政改善ですから、村民一つですね、地域サービスができるような形でまたさらに取り組んでいただきたいなと思います。では次2番目ですね、2番目について、2番目の方ですね、この新制度になってからですね、4月からということになってから、UMR 事業の方には、25年度までは各自治会の方からもいろいろ補助金も出しながら運営もしていたんですけど、26年度からは、その補助金でということでですね、やられております。そういった中で4月からこれまでどれぐらいの方が参加されたかなというちょっと思いがあったんですけど、10名というのはちょっと寂しいなという形もあるんですけど、どういった形での呼びかけをしたのかですね、ちょっとお願いします。大城真由美福祉課長。はい、年度初めになんですけれども、毎年5月に開催しておりますが、UMR の代表者会議っていうのを設けております。でその際、各 UMR の会長さん、それからレクの担当者、それから、健康チェックの皆さん、そして、調理実習をなさっているボランティアの皆さんを、一堂に会しまして、でそれぞれの係、で、グループワークってグループを分けまして、グループワークをしていろいろとUMRに関する、要望とか課題とかそういったのを出していただいております。でその中でやっぱり昨年度は4月行政区改善ということで、こちらの方からもですね、会長さんの皆さんには、自治会に入っていらっしゃらない高齢者も、読谷村にお住まいの、高齢者ということで、なるべくこうUMRに、参加させていただきたいということで、こちらから、お願いを申し上げました。でやはり民生委員さんとかボランティアの皆さんとかそういうような形で、声かけは一応なさってはいるようです。でただやっぱり高齢者っていうのはなかなかですね、やっぱり新しい環境にすぐ馴染むっていうのはちょっと厳しいような状況がございまして、でそれで、今回実際こう1年やがて1年になりますけれども、どのぐらい
新しい方が、自治会に入っていらっしゃらない方が、そこの地域の公民館のゆいまるを活用されているかということをちょっと、調査させていただきました。そして、10名という形なんですけども、今議員さんは少ないなという印象を持っていらっしゃいますけれども、私どもとしては決して少ないという印象を持っておりません。はい、やはりですね、高齢者っていうのはやっぱりなかなかこう馴染みのない場所に行くっていうのはよっぽど時間がかかることです。でそれとやっぱりお誘いする際もですね、顔なじみの方がお誘いしないとなかなか難しい面もございます。それで、ちょっと寄り添う形でですね、今皆さんに頑張っていただいているということで、やっぱり少しずつ少しずつやっぱ増えていく傾向はございますし、で、次年度平成27年度また横田地域がゆいまる事業を展開したいということで申し出もございますし、それから大木地区ではまた新たに利用者が拡大しまして、またいろいろまた活発に展開できておりますので、私どもとしましては、こういう形で、活動に参加していただきたいということで、申し上げております。10名は、妥当の線かなというふうに考えております。花城明彦議員。はい、私は10名少ないのかなと思ったんですけど、今、課長の答弁いただいてですね、やっぱりそういうこともあるのかなという思いをいたします。ただですね、行政区域の皆さんは各自治会長さんでもそうなんですけど、老友会長さんも、ゆいまるの会長さんもそうなんですけど、どこにいくつぐらいのお年寄りさんがいらっしゃるかもわからないかと今思うんですよね。はっきり申し上げまして、後でちょっと触れますけど、名簿関係もあるかと思うんですけどね、なかなか民生委員さんの方は何名かはその担当もいらっしゃるか分かるかと思うんですけど、実際そういった形でもありますので、でその辺は役場の、常日頃からこう担当なされている皆さんも一緒にですね、こういう時期ありますということで、一度は一緒に足を運んでいただくような形になればですね、もっと私利用者増えるのかなと。もうせっかく21ですか、ゆいまるは22あります、22ですね、22箇所ありますので、ぜひまた村としてもこういった形で補助金も出しておりますし、大いにですね、そういった皆さんまた共に話し合いをしたりですね、語り合える意味でも、まずは担当課の皆さんでですね、地域の皆さん一緒に声をかけながら、一回行くのがもう厳しいかと思うんですから、1、2回行ってですね、一緒に手を行って一緒にやりましょうという形をぜひ取っていただけたらなという要望をいたします。ということで次3ですね、先ほどありましたけど、各自治会、平成26年の11月に名簿の提供をされていますというのがあったんですけど、その名簿の方には世帯主でされているんですか。お願いします。安田義智総務課長。名簿につきましては世帯員ですね、全員の、情報が入っております。原城明彦議員。はい、私ちょっと区長さん来ましたら、町議会の皆さんは世帯、家族構成ですね、全部ありまして、大体いくつぐらいの皆さんがいらっしゃるなというのが分かります。ただ以前の行政三上の名簿の時もだったんですけど、その時世帯主だったと思います。で今回もこの行政区域の皆さんの名簿がどうしても世帯主ということになれば、そこに小さいお子さんがいるのか、お年寄りがいらっしゃるのか、その辺ちょっとわからないと思うんでね、やっぱりまずはこの業績改善の場合でも地域福祉と、それ防災にというのがありましたので、どうしてもそういった何かあった場合には、じゃあその区域内にどれぐらいの年寄りがいらっしゃって、小さいお子さんがいらっしゃるというのがわかればですね、事前にそのいろいろなコミュニケーションを取りながら、そういった何かの時には入ってすぐ協力体制もできるのかなと思うんですけどね、その辺を含めてですね、やっぱりいろいろ名簿を出すのもいろいろあるかと思うんですけど、その辺の細かい点までは自治会長さんなんかと相談はまだされてないんですか。安田義智総務課長。区域内の名簿について、自治会長さん方と、お話をしたかということなんですけど、実際、名簿をお渡しして、その中で、
どういった情報までということで、お話をしているということです。原城明彦議員。はい、これもですね、やっぱり自治会長の皆さんもやっぱり、地域の自治会の皆さんのはある程度こうそのお家には何名いらっしゃると、そしていくつぐらいのお年寄りがいらっしゃるというのを把握されています。ぜひそういった形でですね、ぜひ地域一つ、行政区域一つと、そして何かいられるともに助け合うというような形であればですね、ぜひその辺の情報まで、せめて自治会長さんあたりにはですね、そうすればまたその地域の役員の皆さんにはまた声もかけていただいてですね、どこどこのお家に大体いくつの年寄りがいらっしゃるよということで、そっち地域周りの人もみんな分かってくるのかなという思いもありますし、またその辺も含めてですね、再度お話をしていただきたいなというふうに思っております。はい、そして、4番目に移りますけど、行政としてですね、とても今まで一番、これまで行政改善に取り組む前に、課長の方はたくさんもお集まりもし説明もされておりましたけど、自治会の方が心配しているのが一番自治会離れが起きないかというのがこれまで何回かあったと思うんですけど、それも含めてですね、行政区を一つにしてこう近くになってくるわけですから、その辺ですね、その自治会加入に関しては行政としては何かこれをやっているというのがあります。よろしくお願いします。安田義智総務課長。今の答弁でも、ありましたように、転入者につきましては、その自治会の ご自分が住まわれるところが、どちらの自治会の方が近くてそこに加入をしていただきたいというようなチラシを配布しております。で、それ以外に、どういったことをしているかということだと思うんですけど、今の交付金、地域振興交付金ですねの方で、自治会への加入 の状況に応じて、その世帯数とか人口が増えた場合にはそこを加味して、その交付金に反映させるような仕組みも取りまして、その、自治会自体がそれに取り組めるような状況を作るようなという、工夫はしております。で、それで、その中で、僕たちはその世帯数とかで人口とかを、いろいろ調べていくわけですけど、そこで見えてきたのが世帯数はそんなに、増えたり、減ったりっていうことはないんですけど、その世帯員ですね、人口については、ほとんどの自治会が減っていくような状況が今見えてきました。で、その中でいろいろ要因はあると思うんですけど、やはり次男三男というような家を出ていってアパートで暮らしたり、その家を作ったりですね、そういった時に自治会を抜けられているというケースがあるんじゃないかなというのが今見えてきたんですけど、でそういう中である自治会はそこに的を絞ってまた加入促進をですね、その自治会の中でやっていって、実際そこはその人数までですね、世帯だけではなくて世帯の人口も増えてプラスの査定をされて交付金に反映をしたというような現状もあります。原城明彦議員。はい、いろいろされているチラシ公を聞いておりますけど、例えばですね、今自治会でいろんな行事されていますけど、そういった行事などにですね、区域の皆さんが参加したんだけどどうすればいいかとかですね、参加する方法とかスムーズに参加できるのかというような問い合わせなどもありますか。安田義智総務課長。直接的なその問い合わせというのは私は受けておりませんけど、前、高潮自治会だったと、高潮自治会なんですけど、鯉のぼり祭りということで、その地域区域の中で、その祭りをやって、その加入者だけではなくてその加入促進を図ろうというような動きも、していたりですね、それは地域の中でいろいろ
趣向を凝らしながら、そういう活動をしているという、報告を受けております。荒城明彦議員。はい、会長がおっしゃったとおりですね、各自治会の会長さんたちは行政を改善する以前から行政管理に関しましてはチラシを配ったり広報をしたりですね、いろいろ自治会加入を勧誘しているんですね。そういった中でもこのなかなか加入者がいらっしゃらなかったということで、実際藤田涙の方も11月の方には涙平祭りという形でですねやっておりまして、そして一番大きい目玉として大抽選会というような形 で、 ですね、120、30点 の、 商品も作りながら大涙祭り大会をやっておりまして、その時もですね、もう地域の皆さんじゃなくてそこに住んでいらっしゃるアパート高橋近くの近所の皆さんですね、ここに会場に集まりの皆さんすべて参加できますよということでやってですね、そしてたまたま商品がいいの当たった皆さん、例えばこう子どもたちとして少年野球のメンバーとかいろいろ子どもたちも来ますので、かえってそのお母さんなんかがですね、まあ、恐縮してしまって、それからちょっと離れたところにいるんだけど加入もできますかといった形でですね、入ってきた方もいらっしゃいます。各地域の皆さんは、地域の自治会の皆さんはやっぱりそれなりに頑張っていらっしゃいます。また先ほどありましたように次男さんなんやタッチ等のこのでですね、やっぱり出身の自治会の出身の皆さんでも離れたらちょっと加入しなくなるというのもあるんですけど、でもやっぱりその辺は自治会の役の皆さんも頑張っていらっしゃいます。なんとかですね、また自治会からこう加入するのと、また行政の方でそういった、まあ、指導というかこう要望を出しながらですね、少しでもちょっとでも入った方がいいですよと、どういったもありますよということで、地域は地域でアピールもしますけど、行政は行政としてですね、行政としてですね、この地域はこれが盛んですよと、こういうのもできますよというのもですね、ぜひやっていただきたいなと思います。まあ、一番心配されていることが、これが行政区がこう走り出していって、最終的には自治会が低迷していったときにどうなるかなというのが、これ一番 の、 各区長さんの心配でしたので、やっぱり読谷村こういった伝統芸のいろいろ文化もありますし、やっぱりあれだけ読谷村の読谷祭りがですね、ああいった形で村民挙げて の、 読谷祭りが開催されるのもですね、各地域の皆さんが子どもから大人までしっかりそういった伝統芸のも引き継ぎながら頑張っていらっしゃることでですね、村民がすべて出演者という形で取り行われているかと思いますので、ぜひ行政の皆さんもですね、ぜひ地域のそういった加入促進などですね、ぜひ一緒に頑張っていただけたらと思います。ということで次2番目に移りたいと思います。大きい版ですね、旧読谷中学跡地利用の進捗状況についてということで、まあ括弧で示したのです。まず1番目ですね、校舎側商業地と医療施設案とあるが現在の状況は、そして括弧に運動場側は住宅地の配置案とあるが現在の状況はということでお願いいたします。柳原美沙夫総務企画部長。ご質問の 2-1 についてお答えいたします。旧読谷中学校跡地の校舎部分につきましては、現在用途地域の見直しや地区計画の策定に向けた作業を行っているところであります。次に2についてお答えいたします。運動場部分につきましては住宅地を想定しておりますが、まずは校舎側を優先して跡地利用を進め、その後に運動場部分の跡地利用を行ってまいりたいと考えております。具体的な跡地利用が決まるまでの間は、地域の皆様が多目的広場として使えるよう配慮してまいりたいと思います。荒城明彦議員。はい、校舎部分ということで6号線沿いですね、商業地域ということで、これかなり前アンケート調査があってですね、最初は当初住宅地の予定だったのかなと思っております。その後アンケートでですね、この地域確かにこの地域には、お店というのがなくてですね、ここさえファミマートさんが来る前でしたので、そのアンケートを取ったときですね、かなり波平地域の皆さんはお年寄りがこの小さい車を引っ張ってですね、高潮あたりまで買い物に行くという状況があってですね、ぜひそういった
お店関係ができないかということで、まあ、いろいろなアンケートが結果が出てきたということでありました。そういった中で、まあ、用途の変更というような形で話も聞いておりましたけど、この商業施設であるのはスーパーとかそういった形のものになるのかなと思うんですけど、どんな形ですか。米原美沙夫総務企画部長はい、まあ、具体的にはこれからということですけども、まあ、想定はそういった買い物ができるようなということを考えております。荒城明彦議員。はい、まあ、その、まあ、用途変更にこう搾取して後からもですね、今大田辺りに丸大大きい店舗もございますし、またこれから、まあ、ファミリーマートもできてきました。そして、まあ、大湾東でも大きい産業さんもいらっしゃるということなんですけど、その辺、まあ、ちょっとずつこう状況変化変わってきたのかなと思うんですけど、まあ、このそういったスーパー関係の中でもですね、誘致希望者の方とかも、まあ、決定ではないんですけど、そういった形 の、 まあ、オファーなどがあるのかなというのをちょっとお伺いします。米原美沙夫総務企画部長。はい、まあ、具体的に今どこの業者ということは申し上げられませんけども、まあ、そういった形で魅力的な場所であるということは聞いております。ただ、まあ、こちらの今考え方としましては、その、例えばスーパーだけをここに作るとか、あと隣に医療モールを作る別個でっていうことは考えておりませんで、一体として、まあ、ある業者なりをこう指定して、決めてですね、まあ、そこに一体開発という方が一番いいんじゃないかなということです。で、まあ、前回アンケート取った時も、例えばスーパー系の業者さんはスーパーはできますけども、そういった医療系は我々は触れませんよというふうな話もありましたんで、まあ、そういった意味では一つのスーパーという一業者というよりも全体としての土地利用ということを今想定しておりますんで、まあ、前回この今ありましたアンケートは22年にやっておりますけども、まあ、その後もまあ、いろんな業者とヒアリングもする上では、まあ、一応まだ可能性を残しているというふうに思っております。荒城明彦議員。はい、まあ、一体化とした商業地域と、あと医療、まあ、医療という話が出ましたけど、まあ、行政懇談会、議会報告などでも、まあ、前回の、まあ、一般質問でも出てきたかと思うんですけど、4万村民になってですね、あちこちの方でいろいろ、まあ、私も議員になってから村民の方々から、なんで読谷村はこれだけの村民もいるし、子育て、そして安心安全感があれば救急車対応ができるような総合病院などはどうなのというのがあったんですけど、いろいろこれ出てきますので、多分行政懇談会の中でもちょっと何点か出されておりますけど、そういった形の医療関係の件も含めてのこの医療施設ということですか。どんなですか。米原美沙夫総務企画部長。まあ、その件につきましては、何度か答弁しておりますが、いわゆるベッド入院施設を持たないクリニックという考えを持っております。と申しますのは、そのいわゆるベッド数は県の方で、計画で、管理されておりますので、ね、中部地区はいくらというふうに、やっております。ですから今現在の計画の中では、いわゆる入院施設を持つ病院というのは今読谷のでは今作れないような、今法律的な制約的を受けております。まあ、ですから今ここで考えているのは、例えば小さいお子さんとか高齢者等々がこう行けるような形で、まあ、小児科であったりとか、まあ、皮膚科とか、あとは整形とか、そういった類のものがいいのかなというふうに思ってます。ただ、まあ、これにつきましては、先ほど言いましたように一体的なこの開発という中で、まあ、そういったお医者さんといいますか、そういうクリニックがどういう形で、ここに進出したいということで手を挙げるのかというのはちょっとよく見えませんけども、いずれにしましても総合病院という想定は今してございません。荒城明彦議員。はい、まあ、総合病院はちょっと今のところ無理かなという話も聞かれておりますけど、やっぱりその村民の皆さんからそういった大きい総合病院という話も今出されておりますので、でこれからこう年度を下げてですね、たくもっとたくさん要望が出てくるのかなと思いますので、そういった時はやっぱり何らかこういろいろ、まあ、
試行錯誤してでもですね、またそれを、まあ、村民の皆さんにどういった形でどうなんだよというようなまあ、説明責任を取れればなということがありますので、まあ、この読谷町の跡地に関してはじゃあ今答弁なされたか通りだと思います。ということでその地域の皆さんですね、大変待ち望んでおりまして、工事が入るたびにもう工事始まるのというのがあるんですよ。今資材置き場として今使用されておりますけど、そこに車が入りするたびにですね、このもう地域の皆さんは大変まあ、早めにというのがあるんですけど、実質どんなですか、この策定業務の方はまだということなんですか、この都市計画を策定までは。玉城秀友都市計画課長。はい、現在ですね、法定手続き前の協議、まあ、これは関係課になりますが、まあ、地区施設、道路等のですね、取り扱いなど、まあ、一的なものなどですね、まあ、条件整備整いつつありますので、まあ、早い時期に、法定手続きの方を進めてまいりたいと思っています。荒城明彦議員。はい、じゃあ早めにですね、お願いしたいなと思います。ぜひまあ、その西2区地域はまあ、お店とかそういったのがないもんですから、早めにですね、その都市計画の方を早めにしていただいてですね、まあ、早めにこう利用されるような形でお願いしたいなと思います。次2番目ですね、まあ、運動場ということで、まあ、ここは運動場部分は住宅の配備をというのが書かれておりましたけど、運動場部分はもともと田んぼなんですよ。そして今でもちょっと水が湧いてくる状態なんですけど、まあ、地域の皆さんを含めて今まあ、役場企画などにもですね、役場の方にも注意をしながら今地域のまあ、以前並平と上地ということですが、今はもう西二区の運動広場としてですね、今借りて活動を利用させていただいております。そのここ最近ですね、まあ、やっぱりスポーツあれで交流でいろいろキャンプ等も盛んになりまして、野球をする子、サッカーする子いっぱいいます。以前はその地域で週へウォーキングしたり、そして週2回ほどその地域のシニアの皆さんがソフトボールをしたりというのがあったんですが、ここ最近ですね、サッカーする子、そしてそこで野球をする子とたくさんの子どもたちが今利用しております。そういった中ではですね、特に今由美町の方では少年野球チームが3つありましてですね、そしてそこに運動場を使うサッカーが40名余り部員がいると、そしてそこに女子ソフトボールがありましてですね、その皆さんもご覧どこを交互に使っているものです。使えないときはそこも利用をしているんですね。そういった中でまたサッカーはずっとボール持って道でやったり、ちょっとした狭い切配スペースでですね、サッカーやったりしている子を組み受ける大変危ない状態だなと思っております。そして今前回の一般質問でもありましたけど、バスケットリングができないかというのがあったんですけど、今バスケットリング読谷村の公園には何か所ほどありますか。玉城秀友都市計画課長。ザンパ岬の公園、あと泊まり違いまして、セーラーの森ですね、あとヒジャースポレック施設に、3カ所預けておこうと。あ、申し訳ございません、大きいホールもございました。4つですね。荒城明彦議員。はい、まあ、4カ所ということで、実質、まあ、僕もちょっとバスケット今見ているもんですから、子どもたち明日どこ行くのって言ったら、自転車乗って残波岬に行ってるんですよ。何しに行って、バスケットしに行って。そしてあそこが自転車がないときはセーラー行こうって歩いてセーラーに行くんですね。セーラーに行ったときは話聞きますと、まあ、この読谷小学校の皆さんのメンバー、まあ、高潮あたりからも来ますし、そして戸屋、総部などからもかなり集まってくるらしいんですね。あそこバスケットコートリングは確か2つだったのかなと思うんですけど、まあ、そういった中で例えば告別式あったりした場合は車が多くてですね、
国防施設権を洗い出そうと下で待っていくとか、そういった形があるものですから、ぜひこの運動場用の、現在使っている運動場の方はですね、そういった形で、ちょっとした整備をしていただいてですね、ソフトボールもできる、それがあれだけありますので、こう東側の方にはですね、まずバスケットリング一つと、そしてサッカーボール一つというような形すればですね、まあ、これまで読み中が使っているような形での利用もできるんじゃないかなという思いがあるんですけど、まあ、ここ先ほど答弁にありますように、具体的な土地利用決まるまではと、地域の皆さんの多目的広場で使えるようにということがありますので、その含めて検討できないですか。ご答弁お願いいたします。米原美沙夫総務企画部長。はい、バスケットリングができるかどうかっていうのは、ちょっと企画の方の考え方としてちょっとできませんけども、ただ先ほどしばらくの間というふうに答弁させていただきましたが、質問者ありましたように、ちょっと排水問題が、ここはちょっとネックになっております。ですからちょっとその金額的にもお金もかかるだろうということもあって、当面は、すぐ使うという状況に今ないもんですから、そこら辺のこのバスケットリングとかいろんな何らかの形でっていうのは、また何かいい補策があるのかどうかをまた検討させてください。一般的には地域の多目的という感じで今貸し付けも行っておりますので、一つの限定した使い方ではなくて、旧ウエチある岩波平皆さんが使えるような形で配慮はしていきたいということで答弁申し上げておりましたが、先ほどの具体的な、という提案は、提案という形で受けさせて検討できるかどうかというのはまた検討させてください。荒城明彦議員。はい、試合ができるように2つ置いてという広場ではないです。実際カデのあたりも各公園にはリングを一つ立てて、そこでこうシューティングしたり一対一をしたりするような形 の、 設置され方ですので、こうちゃんとコートみたいに作っていてのか、もう残波岬みたいな作り方ではないようですのでね、ぜひそういった形少しこう持ってきて置いておくというような形もできないのかなということで、検討していただきたいというのがありましたので、その辺また後でじっくりちょっと調整したいなと思います。ということで次3番目に移りたいと思います。波平前原線から戸谷宇布道原線ですね、今ありました長山波線の交差点になります。これ蘇民の皆さんが望んでおりました長山波線が4月から開通ということで、蘇米大曽あたりの交通渋滞も緩和されるのかなという思いがあります。ただ地域の皆さんとしてはですね、その特措、開通したときにこの前原線と不動線は止められてしまうんじゃないかなという声がいっぱいあってですね、今日この質問をさせていただきたいと思います。1ですね、村道中央残橋の4月開通後、波平前原線と高瀬の通行可能か。2、現在通行止めの西側県道6号線から縦線ですね、これは村道中央残橋線と接続されるのか、お伺いしたいと思います。荒城直樹土木建設課長。ご質問の3の1と2についてお答えします。村道中央残波線の暫定開通に伴う、村道波平名原富谷不動丸線との交差点の交通形態ですが、沖縄県警察本部や嘉手納警察署との協議により交通の安全を確保するため、蘇米通信所跡地側からの車両は中央残波線へ乗り入れができなくなります。また県道6号線側からの車両は直進はできませんが、左折および右折ができる交通形態となります。次に、現在乗り入れができない中央残波線の西側の4本の縦線道路から中央残波線への接続についてですが、最も北側
県道6号線側になりますが、の道路は、乗り入れができなくなります。それ以外の道路3路それ以外の3路線につきましては、波平名原豊富道原線側の2路線は左折および右折ができるようになりますが、もう1路線は左折のみの交通形態となります。荒城明彦議員。はい、答弁いただきました。左折右折が可能ということで今答弁ありましたけど、実質この工事始まってからですね、すぐその地域の皆さんは大変心配されておりましたということで、これはあくまでもこの2車線の場合ですよね。4車線になりますとまた違うかと思うんですけど、その辺この4車線の工事、残りの工事はいつ頃までの予定なんですか、ちょっとお伺いしています。荒城直樹土木建設課長。平成29年度の完了を予定しております。全線開通は平成30年度以降ということです。荒城明彦議員。はい、全線開通は30年頃を予定ということで、そして豊穴見浦線が31年だったかと思います。そういった中でですね、2年3年ほどはこの左折右折ができるような状況になるのかなと思うんですけど、実際こういう車線になってですね、もう図面は出来上がってるかと思うんですけど、一番多分コース点は今豊穴見浦線と金平から上がっていくコース点の方が、行く道の方が交差点になるんですか。お願いします。荒城直樹土木建設課長。はい、今現在の計画ではそのようになっております。荒城明彦議員。はい、ではこれがですね、今残部線の計画出てから一番心配されていたのが波平地域と宇布道が分断されるんじゃないかというのがずっと今懸念されていましてですね、今コース点を聞きますと一番南側と一番北側のコース点になっておりましてですね、肝心部分の宇布道のこの一般密集地しているところから結局公民館元村区流れていくのがどうしても端っこになってしまっちゃうんですね。それも含めてそれは道路上の形態上と、またそういった法律上ということで聞いておりますし、すでに工事始まっておりますので、その辺合わせてその辺ですね、民の皆さん理解していただけたらと思うんですけど、実際この金平線ですね、そこがコースになればそこの交通量も増えてくるかと思うんですよ。そういった中でその道路の拡張、そして村道などへの変更などを考えられていますか。荒城直樹土木建設課長。はい、今おっしゃっている道路は確かに建物張り付いてましてかなり厳しいかと思います。でも道路のですね、交差点間隔ということで、県道6号線側により近いのはこの位置しかないもんですから、そこで今そこの方に交差点を計画しております。それが一番、波平から不動から波平の方ですね、転属するために一番利用しやすい道路だということを位置づけておりますけれども、そういった建物が建て込んでいる状況がありますけれども、その辺はですね、またその状況を見ながらですね、また地域とも話し合いしながら、確保できるのであればですね、確保していくということも必要じゃないかと考えております。荒城明彦議員。はい、この辺をぜひですね、どうしてもそういった交通量はこの辺に流れてくるかと思いますので、ぜひ対応をしていただきたいなと思うのと、あとは今度は6号線に出る部分ですね、そこ変則的な構成になってくるかと思うんですね。今でもこれになっていますけど、これ交通量が増えたらもっとこう今は信号なしでこう曲がったりしますけどね、その辺の信号などの設置とかそういったところまで今話し合いがされていますか。荒城直樹土木建設課長。今現在のところそこまではお話はしておりません。ただやっぱり県道6号線に立ちする場合にはやっぱりそれなりのですね、交通安全対策は必要かと思います。
荒城明彦議員。はい、ぜひそのあたりもですね、しっかり頑張っていただきたいなと。どうしてもまあ、新しい道ができて事故が多くなったらもう大変なことになりますので、その辺ぜひお願いしたいと思います。そして今言うこの虎前原線が途中で切れるということはですね、今回まあ国営式が取れてかなり道もですね上に抜けていけたのがこう止められたりしますので、その辺のこう道路の迂回あたりは考えていらっしゃいますか。荒城直樹土木建設課長。はい、村道中央残波線の、県道6号線のへのタッチにですね、開通に先立って、村道浪良戸谷線、今信号がついてますけども、中央残波線そこの方今現在30日にですね、3月30日に、そこに開通させる予定ですね。今、嘉手納省建設関係者とで協議を進めているところです。で、その通りいきますと、30日には、浪平川から中山線の家の乗りができなくなりますけれど も30日からは、今回私が作った浪平通りの方ですね、迂回していくような道路になりますので、西来園からのですね利用もですねそこを利用するような形になると思います。荒城明彦議員。はい、周りの対応ありがとうございます。まあ、実質浪平地域の皆さんもですね、もう頻繁にもう昼もほとんど畑が下のものですから大勢の方が利用されていますので、それと安全面ですね、しっかりこう、まあ、事故は取れないような形でそういった大きい事業も進めていただきたいなという思いをいたしまして、私の一般質問を終わります。荒城明彦議員の一般質問は終わりました。次に議席11番津波子菊江議員の質問を許します。議席11番津波子菊江議員。はい、村民の皆様こんにちは。議席11番津波子菊江でございます。第438回読谷村議会定例会において一般質問を行います。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに栄橋の復元についての質問でございます。これは牧原の皆様からの声を今回質問をさせていただいております。昭和6年1931年ごろ完成した栄橋は、牧原と屋良を結ぶサトウキビ運搬の鉄軌道で二重橋と呼ばれ、峡谷の中の景色は風光明媚でにぎわった場所だが、去る沖縄戦において日本軍が敵の侵攻を遅らせるために破壊された。現在も爆破された状態で両端に橋の一部が残っている。これは読谷村の文化財巡りから の下りでございます。栄橋を復元して活用することについての質問でございます。1、文化財としての活用。2、道路。牧原から嘉手納高校へ抜ける道路としての活用。3、平和学習、観光資源としての活用。4、読谷村、嘉手納町と昭和56年の都市計画の中で必要として計画をされた道路と思うが、その後の経緯について伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。中曽根元文化振興課長。ご質問1と3についてまとめてお答えいたします。栄橋の文化財や観光資源としての活用や平和学習の際の活用としましては、読谷村文化財巡りや読谷村の戦跡巡りの冊子において
橋にまつわる歴史を紹介しているところで、見学を希望なさるときは嘉手納町側からご案内しております。丸2と丸4についてまとめてお答えいたします。当該道路については、都市計画道路トラジバル線として位置づけております。昭和56年に都市計画決定されておりますが、平成11年3月に軍用地返還、その後ゴルフ場の開発計画があり、トラジバル線の予定区域を確保した上で開発許可され現在に至ります。道路整備計画につきましては、整備時期の目標を示した第3次読谷村道路整備プログラムから、トラジバル線の整備時期については長期路線と位置づけています。佐波公菊江議員、今回ですね、この境橋の復元についての質問でございますけれども、私も質問をするにあたりまして、この境橋、ちょっと調べてみたんですけれども、境橋っていうのは、本当にこれ、素晴らしい遺構だなと、戦績だなと思いまして、今回、ぜひですね、質問をして、なんとか理解をしていただきたいということで、次また質問をさせていただくんですけれども、これは牧原の皆さんが、牧原というのは当時はサトウキビの特産でありまして、牧原で作ったサトウキビを嘉手納の製糖工場へ運ぶ、そのために大変厳しい地形の中をこう考えられたのがこの栄橋なんですね。でこれはこの鉄軌道で大変美しい二重橋だったということで、牧原の自治会の方、公民館、自治会館に行きますと、今、写真で紹介されてますけれども、本当に美しい橋なんですね。で、橋の美しさもさることながら、この橋が壊された経緯を考えてみますと、これまた大変悲しい橋だなとも思うんです。で昭和20年、沖縄戦が始まりましたときに、やはりこの敵軍の侵攻を遅らせるために日本軍の手によってこの橋は破壊をされたということでございますけれども、その当時きれいに破壊されていれば今のような質問もなかったと思うんですけれども、しかしこの橋ですね、しっかりと自分の足跡というのを残しているんですね。嘉手納と読谷の両方にこの遺構遺跡はちゃんと残ってまして、しっかりと自己主張をしている橋だなということで、私すごく感銘をしましてね、ちょうど大戦から70年という節目でございますので、ぜひこれを読谷村の戦跡として復元をしていただいて、平和学習に活用はできないのだろうかという観点からですね、質問をさせておりますし、またこの橋というのは牧原の皆さんのやはりシンボルでもあるわけなんですね。この牧原の皆さんのこの先輩方が元気なうちにこの橋を復元してですね、村長皆さんに渡っていただくというのも、私はすごい、この平和戦争を知らない村長がですよ、こういう橋を作って、でこの牧原の皆さんにやっぱり還元をして、そして読谷村の観光資源としてですね、活用していくというのも、すいません、ちょっとうるさな集中できませんけど、には必要ではないかということで、今回橋を復元ということで質問をさせていただいておりますけれども、この橋ができることによってですね、文化財またはこの戦跡としてですよ、この橋の歴史から鑑みまして、価値をどのように評価なさいますでしょうか。中曽根元文化振興課長。栄橋のお価値でございますけれども、歴史的学術的な、価値として3点、大きく3点の視点で今私の方考えているの、一つは今説明があった戦争遺跡としての評価ができるのか、二つ目は建造物、
交通遺跡、戦前のコンクリート製の橋、おそらくそう沖縄には残っていないと思います。建造物指定の価値の評価ができるのか。3点目は今牧丸の皆さんがサトウキビを植えてですね、家庭の製糖工場に運んだと、製糸業遺跡として、この3つの点から栄橋の文化財的な価値は評価して検討していけるものだと思っております。津波子菊江議員。今ですね、読谷村には修学旅行の生徒さんが数多く年間を通していらっしゃいます。でその中でやはり皆さんが読谷村に求めているのはやはり平和学習の観点からも大変多いですね。で今平和学習で紹介されている読谷村の場所といいますのが、ちびちり釜であったり、それからシムク釜で、ソベの漢方のクエヌクサ、そしてサトウキビの火ですね。そういうところを今回ってもらってますけれども、やはりその今まであるこの4箇所にも勝るとも劣らないですね、このやっぱり平和学習の場所としては最適ではないかと思うんですね。でこの4箇所をこうきれいにストーリーを作ってですね、やはり私たちの東シナ海から戦争がやってきて、でどういうふうな経緯を通って南の方まで行ってというふうなですね、この戦争の足跡を学ぶというのも私はこの読谷村だからできるのではないかと思うんですよ。そういう意味でもぜひこの境橋というのがですね、戦争の戦跡として紹介される復元されるというのは大変必要ではないかと思うんですね。でこの境橋をですね復元するにあたりまして、今道路の問題になるわけですけれども、今回都市計画の中で第3次読谷村の道路整備プログラムからトラジバル線の整備時期については長期路線と位置づけておりますというふうになっておりますけれども、これは何年に作成をされて、そして長期路線になった理由をですねお聞かせください。玉城秀友都市計画課長。整備プログラムにつきましては平成26年3月に、策定しております。まずトラジバル線が長期計画となった理由としましては、まず短期的には現在今村民センター地区を含めて多数の村道整備を行っています。その方が優先的に短期路線として位置づけております。そしていろいろ要素はあるんですが、財政のスタミナなども考慮して年間的な道路整備の、予算額なども考慮し、残りの、村内の幹線補助幹線を含めて、評価したところ、トラジバル線については、10年以降と位置づけております。津波子菊江議員。長期路線で10年後ですか。10年後以降は、そうなんですか。ですね、これはこの栄橋ですね、文化財として戦跡としてなんですけれども、日本軍の手によってこれは爆破されてるわけですよね。でこれ日本政府に責任を取ってもらうわけにはいかないでしょうかね。戦後処理の方法としてどう思います。中曽根元の文化振興課長。戦後処理という点では私ちょっと詳しくわからないんですけども、所有者から所有者はおそらく製糖工場ですかね、そういった所有者からのいろいろ陳情等があったのかないのか、ちょっとその辺所有者からの陳情で話し合いが進んでいくのかなと思います。津波子菊江議員。これは軍用地であったのが返還をされてゴルフ場に
移ったんですけれども、このゴルフ場を開発するときに、やはりトラジバル線のこの予定区域というのを確保されているわけですよね。ということは、あながちできないことはないのかなと思うんですよ。それについてどう思います？玉城秀友都市計画課長。ゴルフ場開発の前の、その調整の中で、その開発業者が所有している土地内にある離路時期については全部その一部ですね、そのトラジバル線の用地として、確保されているということでございます。要するに道路として整備する際には、用地費はかからないということになるかと思います。津波公菊江議員。これは道路としての部分は確保されているわけですから、読谷村がこの境橋トラジバル線を作っていこうという気になって頑張ればできないことはないということですよね。大城智義建設経済部長。道路整備プログラムですね、26年作ったんですけど、これはいろいろ定性的な評価も入れまして、今38本ぐらい、整備済み入れてですけど、で未整備が幹線道路とつくのが20本ありましてですね、でこれを、全体的にどう評価していこうかということで、点数をつけましてですね、定性的にやっていきまして、また定性的なこの評価の仕方というんですかね、これがありましてですね、いろいろ読谷村内の、交流促進を支える道路なのか、あるいは読谷村内のですね拠点機能を高める道路なのか、ちょっと自然歴史景観を特性を生かし観光の振興につながる道路なのか、それから歩行者や自転車が利用しやすい道路なのか、それから災害に強く安全安心な快適な道路なのかということで、全体でですね24点ぐらいつけて評価をしています。で評価をしているんですけど、その評価ではですね、トラジバル線は後ろから3番目ぐらいにしか来なくて、それとこの20本の中でですね、事業費がだいたい概算なんですけど、これ2億1200万かかるわけですね。でこれの裏負担分も全部含めて、財政的なスタミナ度っていうんですか、だいたい7億から6億ぐらい使って今道路整備をしてるんですけど、その裏負担分ができるかということも含めてやっていくと、だいたい17番目にしか来ないんですよ。でそういったのも含めて、それから文化財的要素ですよね。文化財的要素となると今の道路整備事業は非常に復元は難しいんじゃないかなと思ってますので、多面的にですね、いろいろみんなで考えながらやっていかないと、今の橋の復元というのは当時の王子のですね復元というのか、あるいは再現というのかですね、そういったのは今難しいんじゃないかなと、もう少し時間がかかるんじゃないかなと思ってます。戦後処理としてそういう可能性があるであればですね、今度も検討は必要だと思っています。津波公菊江議員。ですね、道路としては後ろであるということなんですけれどもね、やはり私はこの道路というよりもですね、やはり文化財、戦争の遺跡、戦跡としてですね、この境橋を復元をしていただきたいと思うんですよ。でこの橋がただの橋ではないですよね。やはり私たちが壊したわけでもないし、日本政府の責任の名のもとにですね、再現をしていただきたいということなんですね。せっかく残っている遺跡ですので、戦跡ですのでね、これをしっかりと活用していきたいという思いがあるんですけれども、その文化財として、それから戦跡としてのですね、橋の作り方にもっと前向きな答弁はもらえませんでしょうかね。大城智義建設経済部長。はい、大変な申している通り、そういう戦後処理問題ですね、あるいは事業メニュー等がですね、
世界遺産周辺整備事業のようにそういうメニューが新しく出てきたらですね、それはその時々で考えていっていいと思います。それからその整備プログラムなんですけど、整備費については現時点で想定されるものですね、財政状況や事業の進捗状況によって変動することがあるということで付帯条項をつけてありますので、そういう時期とかそういうメニューとかですね、社会情勢が変わってくるとそれはそういった今議員が言っていることも考えながらですね、前向きに検討していきたいと思います。議席5番山城正規議員が出席をしております。津波子菊江議員。ですね、これはやはり平成25年ですか、去年の8月の嘉手納町の広報、議会広報なんですけれどもね、嘉手納町の議会広報の見てみますと、奥間さん、奥間議員が同じような質問を出してるんですよ。で、嘉手納の方ではもうこの、平成5年までにはこの、道路が整備をされて、あと読谷村と直結するだけになっていたみたいなんですけれども、読谷村の計画が立ち切れしてしまって今は静観をしているという答弁があるんですね。で、やはり嘉手納町としても道の駅から屋良村地、そしてこの境橋一帯を観光地として活用していきたいという答弁もございますし、またこの虎地丸線ができることによってこの渋滞が緩和されるということを見込んでいるんですけれども、まあ兄はからんやこの読谷村では10年後にしかこれはもう計画も乗ってこないということなんですけれどもね、やはり今戦後70年、特にこの地球において本当に地球規模でこの平和というものを考えなければならないような時代になってきてるんですね。で、その中で一つでもそういう平和の発信ができる選択肢がこの読谷村にあるのであれば、私は上手にこれをですね、国を使って復元をしていただきたいと思うんです、ね、70年の節目だからこそ私はこの境橋が必要だと思うんですよね。で、10年後もいいです、私は10年後はね、そんなに思いはないですけど、今ですよ、この70年ね、戦後70年の節目だからこそ、戦績としてのこれは価値があるわけなんですね。ですから、村長、やはりね、これは村長の政策としてですね、私は、この境橋をもう少しですね、いろいろな角度から、検証していただいて、できましたらこの70年の節目にですね、石嶺伝実村長が足跡を残していただきたいと思うんですけれども、答弁よろしくお願いします。石嶺伝実村長。はい、道路整備プログラムからすると相当、優先順位後ろだということでございました。境橋のですね、三条海もとまさに、旧日本軍がやったですね、愚かな戦争の行為だということはですね、後世に語り継ぐべきものだと思っています。まあそういった意味では、戦争遺跡としてのですね、何かしかの整備ができるかというのはですね、先ほど、亡くす、ね、課長言っていたようにですね、それはもう一回、追求していってみたいと思っています。津波子菊江議員。はい、ぜひですね、村長には頑張っていただきたいと思いますし、期待を申し上げておきます。それでは続いて2番目の質問に、しばらく休憩いたします。再開は3時30分から再開いたします。なんかじゃん。やるときに逃がさない。これのですよね。
ます。どっちがどっちなの？私は今のこの画面上であれしてるよ。ちょうど9分、8分、9分だったから。ああ、じゃあ。117、電話して確認してみて、これは。Thank you.